ジャンヌ・ランバン、ジャンヌ・ランバーン、1867年1月1日から1946年7月6日は、フランスのファッションデザイナー。服飾と香水のメーカー、ランバン創設者。ジャンヌ・ランバン、1925年、クレマンティーヌ・ベレーヌ・デフォー・ジャンヌ・ランバンは1867年1月1日、パリ・ロック・マザリヌ・通り35番地に、 コンスタン・ランバンとソフィー・デイの間に生まれた。彼女は11人兄弟の長女で、地元のフェリックス夫人用防止店の見習いとして16歳で、働き始め、スザン・ヌタルボットのドレスメーカーで、1889年に、フォーブル・サント・のレ通りで、ランバンが有名になるまで修行を積んだ。1895年、イタリア貴族のピエトロ・伯爵シャクと結婚し、2年後に、マルグリートが生まれた。 マルグリートは後にオペラ歌手として活動し、ポリニャック伯爵と結婚、ジャンヌの死後に彼女の店のファッションディレクターを務めた。ランバンは1903年にピエトロ伯爵と別れ、1907年にで端子のジャーナリスト、グザビエ・メレと結婚した。グザビエはイギリスのマンチェスターの領事を後に務めた。1909年、高級婦人ブック市場に乗り出し軌道に乗り始める。 彼女が娘のために仕立てた服が注目を集め、裕福な家庭から子供のために同じ服を作ってほしいと依頼を受けた。ヨーロッパ中の顧客にホーブルさんと乗れ通りの新しい店が知られることとなった。1923年ナンテールに染色工場を建て、1920年には服飾、毛皮や下着などを扱った店を開いた。しかし彼女の生涯で重要なことは、 娘マルグリートがピアノの練習をしていたとき、その音に触発され、作った、香水、1924年のランバンパルファム SA と1927年のランバンのサインを入れたフレグランス、アルページュの開発であった。ランバンは1922年に、フランスのデザイナー、アルマン・アルベール・ラトゥーに、彼女の住まいであり仕事場であるアパートメントの再設計を依頼した。 二人は親友になり、ラトゥーは、アルページュ用に、香水ラブールの球場のコビをデザインし、ランバンイコールスポーツのマネージャーを担って、ランバンを助けた。また、ラトゥーは、通りの本店のデザイン管理も兼ねた。デザイナー、ポール・イリブが1907年に手掛けたアルページュの、瓶にはランバン親子の肖像が刻印されている。メアリー・エレン・スナードグラス、ワールドクロージングンファッション。 アンエンサイクロペディアオブヒストリーカルチャーアンドソーシャルインフルエンス2013年参照英語版分けありがとうございます